ペール・ラシェーズ・墓地のパリコミューン犠牲者追悼碑の前に立つ革命的社会党の指導者エドアール・バイアン革命的社会党は1898年結成され1901年まで存続したフランスの社会主義政党略称は PSR 現在のフランス社会党の源流となった政党の一つである1881年1月1日に ルオーギュスト・ブランキが死去し、結束を固め、労働党を離れたブランキストたちによって、同年6月に結成された政治結社中央革命委員会が、若手メンバーであったエドアール・バイアンのもとで1898年より、大衆的な革命的社会党に改組された。この党派は、労働条件の改善と日常闘争との重要性に理解を持ち、 マルクス主義的前衛党の考え方に接近し、社会主義勢力の統一に熱心であった。その一方で1899年社会主義者、アレクサンドル・ミルランの入閣問題に際して、これを批判したように、ブルジョア政権との協力には否定的であった。1901年、PSR は入閣問題について立場を同じくしていた、ポフト。 合同しフランス国社会党を結成した。ありがとうございます。